さあということで会場にやってきました、はい、リハーサルもですね、進んでもこれから本番がね始まるというワクワクしますね、ワクワクします。さあそれではですね、はい、今日はここで一体どんなイベントが開催されるのか、はい、実行委員長の村上由紀子さんをお呼びして、はい、少しお話伺っていきたいと思います、はい、どちらにいらっしゃるんでしょうか、 村上さんよろしくお願いいたします。森山やるぞ、やるぞ、すごい、ありがとうございます。テンションも上がってきました、それはもう音楽祭ですからね、祭りでございますので、はい、テンションも上げていきたいと思いますが、今回どのような趣旨で開催されることになったんでしょうか。はい、まあ、このあいにくの爆弾低気圧といった形で、本当天候はあいにくですけど、皆さんスタッフ等々ご協力者等々ですね、はい、全てにおいて情熱を持ってですね、この天気を、ダース、そして、この守山の街中を音楽祭で進めていこうという、はいはい、森山を元気しようというのが趣旨でございます、はいはい、もうこの音楽でね、はい、森山が一層熱くなるということですよね。村上さんの元気もね、はい、もう森山の響き渡るんでしょうねありがとうございます。もうやるぞっていうことでね、合言葉でね、はい、どん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 各会場7会場あります、はい、その会場めちゃめちゃ多いですよね、はい、もう回らさせてもらって、私自身のキャラクターを使ってですね、はい、みんなを元気に出して、これでどん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 、なんですかね、楽しい一日になるような、はい、イベントにしたいなというふうに思っております。はい、もう今日一日先ほどから言ってらっしゃる合言葉、私たちも一回一緒に分かりましたやりたいと思うので、はい、一回声を揃えて、はいはい、一つじゃあ、はい、皆さんいいですか、私が言いますのでお願いしますね。それでは行きますね、はい、はい、森山街中熱狂音楽祭やるぞ。もう時間がないんで、私ちょっと次の会場に移らせて、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこ行かはるんですか。自転車。実行委員長、自転車で自ら、はい、移動されていきました。しかもなかなか際どいところ通っていきましたよ、委員長。いってらっしゃい。またどこかの会場でお会いするんでしょうね、これね、はい、委員長は行かれましたけれども、はい、うん、私たちの後ろには、はい、とても賑やかな、そうそう、気になる、そうです、気になる。今日は特別に、はい、ゆるキャラの皆さんが応援に駆けつけてくれたということで、これもちょっと聞いていきましょう、いろいろ、ね、紹介していきたいと思いますので、どちらから行くか迷ってしまいます ね、 そうですね、じゃあこちらから行きましょうか、はい、失礼しますね、はい、まずは、お名前などから教えてもらえますか。はい、この子はですね、はいはい、森山市の PR キャラクターでモーリーって言います、うん、モーリーはホタルの妖精ですね、はい、ホタル確かに、ちょっとモーリーくるっと一周回ってもらえますか。お尻光ってる、光ってる、かわいい。モーリーはこのお尻の光でみんなを元気にしてくれるっていうキャラクターです。なるほど、今日の会場も元気に元気に盛り上げてくださいね、お願いします。いい明かりを灯していただきたいですね。おはようございます。イベントが始まってきましたけれども、森山街中熱狂音楽祭、はい、スタートです。ではではこちらは、時間はね10時を回りましたので、ね、今日は、ね、こちらは東京都中華市のキャラクターでタッケーと言います。こちらがですね、タッケー、竹の子のタッケーですね。竹の妖精タッケーで、福岡は七夕祭りが有名なので竹飾りの妖精と言うんですけれども、竹のお花のところに星が可愛いらしい。竹もお願いしますね。よろしくお願いいたします。えなちゃん、タッケーに触れると願い事が叶うかもしれませんよ。タッケー、チロリン、今日ですね、あなたの願いを叶えましょう。七夕ですからね、願いを叶えるといいですよ。お願いします。さあ、そして隣はすごい迫力のあるキャラクターですけど、こちらが北海道登別市のゆるキャラのホム君です。ホム君、はい、登るに夢って書いてトム君、この会場横でも、トム君は、はい、登別の夢を叶えるキャラクターとして作られてます。はい、で今回初めて森山市に来ていただきました、はい、ほう、初森山、初上陸、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。北海道よりは暖かいと思います。
いますので、楽しんでてください。すごい。ね、リリシーキャラクターの次には、こちらはですね、森山北中学校のキャラクターで、森北郎って言います。中学校にキャラクターがいるんですか？登場してくれます。森北郎。はい、森北郎くんは、森山北中学校の生徒会の顧問をされてます。おお。すごい役職なんですね。なかなか多分ね、学生のみんなをまとめるの大変やと思いますけども、生まれたなんかこうエピソードみたいなのあるんですか？こちらですね、小学生徒の皆さんが総選挙されて選ばれたので、はい、皆さんの気持ちが詰まったキャラクターですね。それでちょっと思いがこうギュッとこう詰まってる。ふくよかな感じになってるわけです。今日は、ね、中学生の皆さんも来てくださってますね、はい、会場に。はい、皆さん応援してくれてますので、これから、今年ちょうどデビューなので、これからみんなの人気者になっていけばなということで、頑張ってもらいます。いいですね。森山を盛り上げるキャラクターいっぱいですね。本当ですね。いいですわ。さあ、ということで、今日はですね、ゆるキャラも来ていただいてるということですから、ものすごい、こう、和気あいあいとしたね、またファミリー感あふれるような、楽しい音楽会になるんじゃないですよね、いいですね。はい、ということで、私たちはですね、森山地区に全部7会場あるというこの会場ですね、順番に戻ってリポートをしてお伝えしていきたいと思います。はい、そしてこちらの会場で15時から公開収録も行います、ぜひこちらの方もね、楽しみにしておいてください。はい、それではルシオール街中熱狂音楽祭やるぞ。早速演奏の方もスタートしております。はい、盛り上がってます ね、 ね。さあ今、はい、プレイしているのが、日本コカコーラ軽音楽部オールウェイズさん。今日はですね、はい、まあ、70ぐらいのね、アーティストが登場しますし、すごいね、ここ森山のアーティスト来てはるんですよね。アーティストだけじゃないんですよ、はい、このイベントにご協力いただいているこの森山の各企業団体はものすごくたくさんあります。街の力が結集するということで、はい、まあ、この雨もですね、パラパラと来てるんですけれども、はい、ずっと晴れていただいて、そうです ね、 ね、これからね、街みんなでね、こう盛り上がるイベントになればいいですね。はい、はい、さあ露天の方も気になりますので、我々そろそろ次行かせていただきます。行ってきます。